みなさん、こんにちは。シェルミチャンネルのシェルです。はい、ということで、今日はね、病院に来ています。とっても、そういうなんか、気持ち悪いとかそういう感じの病院じゃなくて、皮膚ですね。今、僕にニキビがあるの皆さんご存知でしょうか？知りません。そうですね。TikTok とかも肌の加工だけでいつも高くしたりとかして、ニキビをちょっと隠してたんだけど、1週間、2週間、このね、ニキビがあって、ということで、今日は皮膚科の院長に薬を行っていきたいと思います。はい。ゴー。レッツゴー。合わねー。合わねー。ニキビを落とします。これっすね。これです。もう治りかけだよね。薬もらいに行きましょう。はい、ということで場所を移動しちゃったんですけど、薬もらってきました。でね、なんか薬が普通のなんかニキビの薬で、ベピオっていうのかな、ゲル、これをもらいました。で、これをちょっとね、使っていこうと思うんですけど、はい、ちょっと刺激が強いっていう噂なので、ね、最初はね、ちょっとゆっくりと始めていけたらなと思います。はい、きっとみんなこんな同じだろうね、きっとね、ニキビの薬なんてね。まあ、とりあえず、とりあえずね、皮膚科にずっと来たいって言ってて、念願が叶ったということで。そうなんですよ、もう1週間ぐらい、2週間ぐらい前からずっと言っててね、やっぱ皮膚科の薬を使ってみたいということで、今日はね、行ってみました。はい、このニキビが治ることを皆さんで願っていきたい。はい、お願いします。ということで、それではバイバーイ。